アキチオンチ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 。どうもサラトマです。今回の動画は以前公開した東中上ランチ動画に新たなスチール写真と α6700 の映像を加えて再編集したものです。で、このリメイク版を思い出飯 Vlog の第1回とすることにします。実際東中上ランチ動画がきっかけとなって思い出飯 Vlog をやることになりましたからね。まあそれにしてもあの動画を撮った時のノスタルジーショックは冗談抜きで半端なかったです。目に入るものすべてが昔のまんま、お店の外観も内観も昔のまんま、ママさんの酒焼けしたような声も昔のまんま、料理の見た目も昔のまんま、お盆や器までもが昔のまんま。思い出って時間の経過とともにディティールを失っていくじゃないですか。その失われていたディティールが一気にバババッと補正されていく、そんな感覚になって軽いパニックになりました。で、そのような状態で思い出飯をパクリ、当然かのように味も昔のまんま、嘘でしょって思ってたら頭の中にものすごい勢いで思い出が蘇り始めて、最初は祖母や東中上のことだったのに、それがトリガーになったのかまるで関係のない思い出まで蘇ってきて、頭の中がぐちゃぐちゃになりましたよ。例えば海外に住んでいた頃に一時帰国をして母親の手料理を10年ぶりに食べた時のこととか、10年ぶりに会った両親の顔がしっかりと10年分老けていたこととか、娘のように可愛がっていた姪っ子がアメリカに旅立った時のこととか、そんなヘビー級の思い出が次々と蘇ってきて震えました。で、食べ終えた後もほうけたような状態が続いていたので、すぐに店を出て相方に電話したぐらいです。これ本当嘘じゃないですし、全く持ってもいません。あんな形で精神的に不安定になったのは生まれて初めてじゃないですかね。で、そんな貴重な体験をさせてくれたパーラーロータリーさん、団地が取り壊される予定のため来年の3月で店を畳まれてしまうそうです。残念なことに、すでに駅の北口側に新しい UR の団地が建てられていまして、来年の3月から入居がスタートするのだとか。で、現団地住民の方々の移転が完了し次第、南口の今の古い東中上団地は解体されてしまうそうです。昭和な風景が消えてしまうのは悲しいですが、致し方のないことなのでしょう。今のね、東中上団地が建てられたのはおよそ60年前、区体や設備の老朽化が相当進んでいるはずですから。とはいえね、思い出の場所が消えてしまうのですからね、悲しいことに変わりはありません。現団地の住民さんたちの中にもね、そう思っている方が少なからずいるでしょう。移転される方々にとって新しい団地が住みよい場所になることを願うばかりです。またベラベラと喋ってしまいました。すいません、サラトマでした。To this